今回ですね、岩政大樹さんと海外へ羽ばたく選手ということで、うん、はい、今後、ね、活躍して、うん、JA をステップに海外で羽ばたいて活躍するであろう選手をちょっとね、いろいろ教えてもらいたいんですけど、いやいや、はい、まあそうだな、まあ、J リーグの活躍じゃなくて、まあ、ヨーロッパで活躍するってところまでね、うん、そうだね、入れて考えるとまたこうちょっと評価の基準も変わったりするから、うんうんうん、その辺も含めてね、うん、話していたいですね、うん、何結構いるでしょ今若い子いっぱいいるじゃないですか。いやいる、出てきたよねたくさん、うん、だからなんか一時期なかなか19、20って出られない時期があったけど、うん、今結構いるからねえ、スタメンでさ、そう結構出てるじゃない、うん、高卒ルーキーとか、うんうん、なんか大きい選手とか増えてきたし、うん、なんかその辺は変わってきてる感じはあるよね、うん、確かにね。じゃあちょっと早速、はい、誰を1人目、やっぱりまあ今チームの好調っていうのもあるけど田中碧選手は、はいはいはい、うん、楽しみだなーって、伸びてってほしいなーって、順調にってのあるよね。うまさ的にはどこら辺がすごいとか通用すると思う。まあやっぱりまずベースとなるポテンシャルというか、うん、フィジカル的にも、うん、テクニック的にも、うん、あとは川崎で育ってるっていうのもあるんでしょうけども、うん、川崎の中でいろいろこうプレービジョンとか、うん、判断とかってことも磨かれてるから、うん、ボランチでああやって献身的にもできて、うん、パスもさばけてっていう選手は重宝されやすいだろうなっていうのはやっぱりあるんで、うんまあ、彼はそうですね、まあ、川崎ファンからすると、うん、ねあそうだよねそうね、うん、健吾さんみたいにね川崎ってずっとって思いますけどね、なんか早めに行って向こうに慣れていくと特になんか順調にこうステップアップ踏んでるじゃない、うん、川崎で出始めた時はレギュラーの壁もあったけど、うん、少しずつその主力権伸ばして今、うん、スタメン定着しつつあるっていうところで、うん、さらに今年はこうワンボランチで1枚であそこをこう見るみたいなところも経験してるから、うん、なんかこの若いのにもかかわらずすごい多様な経験をどんどんしてるんだろうなっていうのを感じると、うん、すごい伸びしろもこれから楽しみだなっていう、うん、ありそうだなっていう気がするんですけどね、うんまあ、ドイケンです、うんまあ、ここはねまあまあ次、気になる選手橋岡おー、ラレッツ橋岡選手を挙げたいな、うんうん、やっぱりなんかサイドバックで、うん、日本が攻撃に入った時に、うん、多様なこう攻撃性能みたいなのを見せてほしいんだけど、うんうん、ちょっとあるかもしれないけど、うん、ヨーロッパだともっとフィジカル的にガンガンこう、はいはい、いけるような選手の重宝されたりとか、うん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 で、彼の場合、確かに今の時点では、うん、攻撃のいろんな関わり方って、うん、そんなにたくさんできないけども、うん、徐々にこう自分で増やしそうと努力してて、うんうん、彼のポテンシャルにそういうところを加えていこうっていうところが、うん、徐々に見えてて、こういうのって、うん、例えば長友選手なんかもそうですけど、うん、向こうに行って、またこう経験によってまた幅が広がって、うん、で、落ち着きが生まれることで増えていくものってたくさんあるじゃない、うんうんうん、逆にこう、そういうポテンシャルだけまず持っていって選手をここに早く行って、うんうん、ここでステップアップ踏んでくれればっていうなんか描きやすいような気がするんで、うんうん、そういう面でヨーロッパ向きと言えるかなって気がしますね、うんうんうんまあ、あとやっぱりサイドバックってさ長友内田ダブル境で、うん、どんどん出てきてそうだね、うん、でなんかもうヨーロッパでも日本人のサイドバックどんどん重宝されてるってことがあった時代からブランクがあるというか、うんうんうん、なかなか出てきてない現状ってあるんで、うんまあ、あとは FC 東京の中村選手のこの前、うんうん、F マリノス戦で非常に良かったですけどああいう若い選手が経験積みながらどんどん伸びていったら、うん、さらにああやってこうサイズがある選手っていうのは、うん、ヨーロッパでも受け入れられやすいと思うんで、うん、なんかまた次のサイドバックの時代が出てくると日本代表にも大きいかなっていう気がするね、うんうん、なるほど。ちなみに橋岡一緒にやってるからさキャラクターがもう本当にいいのよ、うんうん、彼人懐っこいし、うちムードメーカーだしその技術云々の時に、うん、もちろんポテンシャル持ってるんだけど、うんうん、個人的に頑張ってほしいです。うん、じゃあ攻撃の選手いこうかな。だから、うんうん、最近だと斎藤光輝選手、うん、横浜 FC、はい、この前ゴールもね J1 初ゴールかな、うん、決めましたけど、うんうんまあ、若くしてすごく注目されてた選手ですけど、うんまあ、そんなに去年も思ったようにおそらく本人活躍できなかったところが J2 であったと思いますけど、うんうん、今年はこうまた中断明けにねレギュラー掴んで、うん、で今2トップ気味だけど、うん、なんだろう経験積みながら彼も伸びていきそうだな、楽しみだな。特に日本人らしい選手がちっちゃくてすばしっこくて、うん、技術もあってっていうところは、うんまあ、海外の大柄の選手に対しても、うんうんうん、より効いてくるような選手かなっていう想像がしやすいので、うんうんまあ、彼なんかも順調に伸びていってほしいなっていう気がしますね、
イメージなんだけど、やっぱりその海外ってさ、フィジカルコンタクトが強いじゃない、うん、だから速いだけだと潰されちゃう、うん、ワイドだとスペースがあるから、うん、それ仕掛けられると思うんだけど、うん、なんかそこら辺はどう確かに、だから去年のあのアンダー20の大会かな、うん、時もそういうところがあったんだけど、うんうん、やっぱりちょっとこう中央での判断とか受け方ってところは、うん、やっぱ特に向こうでやるんであれば、うん、もう少し高めていかなきゃいけないだろうなと思うけど、うん、まあ、まあそこでドリブルするところもそうだし、うん、そこから中に斜めに入っていってゴールに絡むところとかのところも、うん、どのくらいできるのかまだ J1 レベルでも見られてないところもあるんで、うんうんうん、まあ、そこはこう今は2トップの一角だけど、うん、まあ、サイドでのプレーもちょっと見たいなっていうのは個人的にはある。あとはやっぱりヨーロッパでやっぱりゴールが大事になるから、この早く早くて上手くてみたいな選手が、うん、あのさらにそこのゴールっていうところからの逆算の選び方ができるような選手として出てくると、うん、まあ、ヨーロッパでも楽しみだなという気がしますかね。他いる？あとね、あのこれはまだ、多分そんなに出てないと思うんだけど、この前試合見てて、神戸の佐々木っていうのかな、佐々木大樹、大樹っていう、うん、名前もいいね、うん、大輝の方がいい、大輝の方がいいんだよ、うん、いや、うん、佐々木選手この前途中から出てきて、うんうん、面白いな、技術的にも面白そうだし、うんうん、すごいふてぶてしくて、うんうん、あのでさらにフィジカル的にも強そうで、うん、なんかこの選手面白そうだなってちょっと思ったんだけど、うんうん、俺は一緒にやってるからさ、うん、いやだからなんか大樹の名前が出て嬉しかったし、あのこの前節、うん、すごい活躍して途中交代で、うんね、そうで、ポテンシャルはもともと持ってた、やっぱそうなの、もともと持ってた、もう来た当初からなんか、だってあの体さ、やっぱ高卒上がりってできてないのに、はいはい、フィジカル体でボーンって やりながらそれでキープするタイプ、あ、そうなんだ、うん、で、足元もうまいし、なかなかできないじゃん、体をポンって預けてとかさ、うん、キープするっていうの、そういうできるんだ、できる、できるタイプなんだけど、やっぱりその大胆な感じなんだけど、ダイナミックなプレーはするんだけど、うん、それが継続的に攻守の切り替えとかでちょっと遅くなったりする節が見えてたから、その当時は、うんうん、そうだからなんかその今前のプレーの感じだけね、練習見てないからさ、うんうん、見た感じだったらなんかこう彼がこう覚悟したものはあったのかなって、何かきっかけがあったのかなって思うぐらいすごくいいプレーしてたってことなんか、ブラジルかどっか行ったんだよね、そうそうそう、ブラジル行って、そうそうそう、なんか武者修行みたいな感じで、で帰ってきてブラジル的ななんかこううまさっていうのを身につけたものの、うん、まだ切り替えの速さとか、あ、そうなんだ、帰ってきてからもね、来てからもそのなんかこう取られた時のがむしゃらさとか、なるほど、だからうまいとこは身についてきてたんだけど、そこのハングリーさっていうのももちろん持ち合わせてるんだけど、うん、それがプレーに直結して出なかった、うん、出てないのが見受けられてたから、うん、もうちょっと時間かかるのかなと思ってたけど、昨日、この前からプレーぶり見てたら、おお、なんかちょっとね、そう、なんか彼、トップ下の、この前ボランチ見ないとかちょっと、うん、トップ下の方が生きるね、あ、そうなんだ、どちらかといったら、うん、トップ下の方が、まあボランチもできなくはないけど、うん、うんうん、まあで、それこそ 4-4-2 サイドで起点になったりとか、ちょっと内側、遠藤選手的な感じのプレーも多分できる感じはするけどね、お、うん、あの鹿島のね、ああああ、うん、鹿島の遠藤選手、うんうん、確かに確かに、うん、なんかああいう選手も、うん、なんかヨーロッパで面白そうだなと思って、まあ、これから、うん、まさにそのプレーの継続性だよね、うん、連続性とか、うん、そういうところが身についてきたら面白そうだなってすごい見てて思って、うん、あんな選手いるんだ、うん、ちょっと驚きだったね、うん、じゃあ他にはって言ったら全部言われそうだからまだいるよ、それいいか、最後も一人俺にはあとはあの、うん、いいかあとはいいかいいちょいちょい、ダメよ俺も言わないと、あ、そうだね、絶対に言われるなぜ何も言わないのかいと見てないのかい見てない結構頑張ってないけど、ね、毎試合やってるのね、そう、最近見てますよこういう場でも喋れるよ、うん、で、俺はまあ一人だけ、ちょっと挙げさせていただきますが、清水エスパルス、鈴木唯人選手、いやもうあの選手はもう期待しかないかな、うん、サイズもあるし、その体の強さもあって、うん、あとスピードもある、うん、そう、それ意外とね、そう、意外とスピードやってるのは速いのよね、速いのよ、うん、推進力あるから、なんかやっぱその体の強さってあの中盤で一つの武器じゃない、うんうん、そう、それで、かつ推進力とかスピードもある、うんうん、これはまだまだこれからだと思うけど、うん、これが、シュート
選択した時にこれがゴールにつながるとか、うん、なったらもっと彼自身が自信につくし、うん、そうシュートとパスの選択肢で少し迷いがあったり、うん、気を使ったりする場面がちょっと見受けられる、うん、からそこの判断の中で彼の中でより可能性がある、うん、確率があるのをチョイスしつつシュートの選択をした時にゴール見つめついたらもっと、うん、もっと自信ついていくんじゃねえかなっていう、そう期待しかない選手、うん、あれはちょっとね、継続して使われてるからね、うん、面白いんだろうなと思ってずっと見てるけど、うん、最初の試合にも良くなってきたよね、うんうん、だんだんね良くなってきた、本当に良くなってきた、うん、慣れてきてるところもあるし、うん、なんかあのなんて言うんだろう、あのおおらかなこうボールの持ち方から打つぞって切り返しとかも深いし、うん、そうだね、なんかこうすごい面白いっていうか、僕もあえてね今高卒で出てるけど、うんうん、俺も監督とかだったら早く使いたくなるような選手だなって感じる、うん、なんかさ、あとさ、姿勢がめっちゃいいの、あのこれね、本田選手もそうだし、うん、中田秀さんもそうだし、うん、なんかこう、背筋が勝手に伸びてるっていうか、うん、顔も勝手にルックアップされてるし、あれって多分自然とやってるんだけど、うん、そうだね、大抵こうさ、なんかね、猫背というか、うん、日本人は特に、日本人は特にそうなってしまうんだけど、あのその姿勢とか、見てるとそのね、秀さんとかを彷彿させるじゃないけど、うん、ものがあるから、あれは楽しみだね。楽しみ。あれは楽しみ。めちゃめちゃ楽しみ。他は誰がいる？あとはやっぱり個人的にはセンターバックがね、うん、どんどん出てきてほしいし、うん、ヨーロッパでまたこう活躍する選手が出てきてほしいなってところでいくと、うん、まあ、やっぱり真っ先に上がるのは FC 東京の渡辺選手。東京世代ね。うん。彼はまあ大卒だけど、うん、あの去年ポジション取って、うん、でどんどん順調に成長してるし、うん、あのまあ単純にヘディングも強いし、うん、あのスピードもしっかりあるし、そうだね、あのさらにあのメンタリティっていうか、うんうん、まあ、なんて言うのかな、全然あの向かっていく姿勢がある、うん、最近の若手に珍しいタイプだね、確かに昔よく見たけどね、うん、そうそうそう、俺たちみたいなねそうそうそう、うん、そういう面じゃすごい楽しみだなっていうところがある、うん、この前ちょっとあの川崎戦はね、うん、あのダミアンに出し抜かれちゃったけど、うんうん、まあ、ああいう経験でこう後ろからいいポジションから入ってくる選手のマークの仕方とか、うん、ああいうのもこう今経験積みながら、うん、あの分かってきてるところだろうし、うん、まあ、オルンガとの対戦で非常にいい対応したりとか、うん、そういうこう大きくて外国人選手と対戦する上手い選手たちと対戦するっていうところをこう積み重ねながらね、うん、伸びていってほしいなっていうところ、うん、あるかな。あと森重選手を横にいるっていうのは、ね、確かに確かに、やっぱあのね すごいセンターバックがいる横でプレーしてるっていうのは彼のね経験値っていう意味では大きな財産になって、そうだね、うん、ここはそう、うん、俺もとそうだった、さっきちょっと話したけどね、大岩さんがいて、うんうんうん、やっぱり同じフォワード、例えばダミアンと対戦しますって、うん、で当然ボールがこう、あダミアンがどっちに行くかによって同じようなボールに対する対応って出てくる、うん、その時に、あ大岩さんこうやってやるんだとかって、じゃあ俺こうやってみようかなってやってみるとか、うん、でこれこの前ね大岩さんと喋ったら、うん、大岩さんも「いや大輝見て俺もやってたよ」っつって、「大輝がじゃあ俺も試してみる」っつって「これ合わねえわ」っつってやめたとかいろいろあったよっつって、その関係性ってやっぱりすごい、特に442だとね各ポジション横にいるから、うん、そういうなんか鹿島の場合は特にそういうところで僕はね学んだことがあったんで、うん、今の渡辺選手も、うん、おそらく森重選手と照らし合わせながら自分がいろいろやってるところで、ね、特にそういう外国人選手、大きい外国人選手との対戦ってなかなかあのプロにならないといけないところがあるから、確かにこれ今積み上げながらあの前向きなポジティブな姿勢でプレー続けていったら、うん、なんか成長しそうな雰囲気がある選手だなと思いますけどね、うんうんうん、確かに、まあ、センターバックでは渡辺選手言ったけど、他もう他にもね、たくさんいるよ、あのなんか僕らの時代そんなにね大きい選手多くなかったけど、うん、あの今オリンピック世代でも立田選手とか、うんうん、あのまあ、鹿島の町田選手とか、うんうんうん、まあ、この辺が出てきて、彼らもまだね、あのチームの求めるタスク、例えば清水とかだったらライン高くできるだけ我慢して、ま、守りなさいとか、ね、鹿島だったら、うん、おそらく前にフォワードがキープする時には後ろからどんどん行きなさいっていうところが、うん、あの求められてて、うん、でそれをやろうやろうとするがあまり、うん、まあ、相手にやられてしまったりカードもらったりっていうシーンが、うん、まあ、ちょいちょい出てきてるんだけども、うん、これってまあ若い選手が通らなきゃいけない道でもあって、うんうんうん、まあ、その中で少しずつ判断力を磨いて、うん、あのまあ、特に日本の早い展開の中でもそういう適応ができていくと、うん、まあ、海外もそうだし特に日本代表とかね、うん、そういう場面で大きい選手があそこにいるってまたあのJリーグ以上に重宝される可能性あるから、うんうんうん、なんか順調に伸びてほしいなって
思ってます、うん、なるほどね。まあ元センターバック同士ですね。そうちょっとそこは熱く語らせていただきますが、今回ね、海外で輝く羽ばたくであろう選手ですね、をちょっと何人かやらせていただいたんですが、まあちょっと視聴者の方も多分知ってるよっていう選手も何人かあったと思うんですけど、でもプレーぶりっていうのはね、なかなかねそこは難しいと思うので、どういうとこがいいかっていうのは、だからまあ今言ったようなことだったり、これからね伸びていく中でもっとそれが変化して、彼らがね実際行くこともあるかもしれないので、Jリーグ見ながら皆さん楽しんでいただければと思うので、今回もありがとうございました。ありがとうございました。